はい、どうも石原です。 iPhone 12の発売に関してのリーク情報の進捗として、何月何日何曜日に発表、そして発売するのかについて過去の実績から予測したいと思います。そして iPhone 12に新しいライトニングケーブルが同梱されるかもしれないということ、そしてフルディスプレイモデルの iPhone の面白い壁紙の話と、まあ、そのダウンロード方法を解説していきますので、どうぞ最後まで動画の方をご視聴ください。そしてこのチャンネルでは Apple 製品などのリーク情報やガジェットレビューなどの動画を定期的にアップしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また、ノートというプラットフォームで僕のテック&ガジェットのレビュー記事やコラムなどを発信していますので、概要欄のリンクからぜひ遊びに来てください。はい、では本題です。まずはね、軽めな話題からお伝えしていきたいと思います。iPhone に不思議な壁紙が登場という話題についてです。iPhone の壁紙を公開しているサイトが iPhone 11や iPhone XS、そして iPhone X などのフルディスプレイモデルのディスプレイを立体的に縁取る新しい壁紙を公開しました。公開された画像を見る限り、これなんとも不思議な感じがします。ただの壁紙なんですが、人間の視覚をうまく騙したように見せる、まあ、リアルな質感と、フラットやマテリアルデザインのようなシンプルさを組み合わせた新しいスタイル、ニューモーフィズムという手法が用いられて作られているようです。これめちゃくちゃ良くないですか、これ。僕もすぐに試してみようと思ったんですが、ベゼルがある iPhone SE 第2世代でした。ので、ぜひね、フルディスプレイ搭載の iPhone をお持ちの方は、概要欄にですね、ニューモーフィズムという iPhone の壁紙のリンクを貼っておきますので、ぜひそこをね、クリックして試してみてください。そして、もしよろしければ、僕はTwitter もやっておりますので、僕の Twitter アカウントに、まあ、@ツイートで iPhone で実際に試した画像なんかもね、ツイートしていただけると面白いかなと思います。iPhone 第2世代を使っている僕としては、それを見ながら満足しておきたいと思います。はい。では続きまして、iPhone 12に同梱されるケーブルは、編み込みの被膜を採用という話題です。過去の動画で iPhone 12には電源アダプタやイヤホンが同梱されないという情報をお届けしてきました。その結果、iPhone 12に同梱されるのはライトニングケーブルということになるんですが、このケーブルが今までの Apple の純正ライトニングケーブルよりも進化するというリーク情報になります。なんと iPhone 12に同梱されるライトニングケーブルは編み込み被膜を採用したものになるとのことです。今までのライトニングケーブルのゴム素材よりも温かみも増して、ケーブルの耐久性も上がることは言うまでもないんですが、まあ歴代の iPhone には必ずライトニングケーブルは付属されてきましたし、使い方によっては何年も使えるかもしれませんが、このライトニングケーブル自体が切れることはあまりね、こう聞きませんが、このライトニングケーブルの根元が切れることが多いと感じています。これは実際に iPhone 3G から、まあ、現在のモデルのライトニングケーブルでも言えることなんですが、この根元が脱線して使えなくなることが僕の経験上多くありました。もちろんこのようにライトニングケーブルの根元をカバーするような商品もありますので、あらかじめ予防策としても導入したりもしていました。なので、編み込み被膜はいいとして、どうか根元が脱線しないように改善されていれば最高かなと思います。そしてもちろんリーク情報の中では、新しいライトニングケーブルはケーブルヘッドが配置されているエンドポイントに追加の補強材が含まれているという情報もあるので、そこに期待したいところです。はい、そして次の話題が、新しい 20W の電源アダプタが登場するかもしれないという話題です。iPhone 12には電源アダプタもイヤホンも同行されないけれど、ライトニングケーブルは新しくなる模様なんですが、まあ、さらにここに来て、iPhone 12シリーズの発売に向けての新しい 20W の電源アダプタの存在も明らかになってきました。海外メディアであるマイスマートプライスが報じた内容によりますと、中国の認証サイトにおいて
新しい 20W の電源アダプターが登録されたとのことです。これは明らかに 6.7 インチの iPhone 12 Pro Max 用だとも言えますが、急速充電なども含めてこの iPhone の充電時間などを短くするなど、まあ iPhone だけではなくそれに付属するアクセサリーも常に進化しているようです。そして iPhone 12は9月発表、そして10月発売かという話題になります。 iPhone 12の発売に関しての情報に進展がありましたので、その情報をもとに何月何日何曜日に発売されるのかを予測していきたいと思います。まずおさらいしておきますと、先日の動画で日経アジアンレビューが新型コロナウイルスの影響により4週間から2ヶ月くらい発売が遅れると伝えていました。そしてここ数日で目まぐるしく発売の情報が溢れておりまして、まあその中でもかなり信憑性の高そうな情報をえりすぐってお伝えしておきますと、 iPhone 12の発売情報について海外メディアである925 Mac が公開した内容によりますと、金融サービス及び投資会社のウェドブッシュが新型コロナウイルスの影響により部品を生産する企業の遅れが生じていましたが、進捗の状況では驚くほどそれらの生産は回復して、コロナウイルスでの生産ラインの遅れを取り戻すことに成功しているとレポートを公開しておりまして、 iPhone 12の発表は9月、そして発売は10月上旬だと伝えています。過去に話している通り、とにかく Apple は例年通りの発表そして発売に向けて動いている状況は変わらないようです。そしてそれらの iPhone 12の発表や発売について何月何日何曜日に発表発売されるのかを今から予測していきたいと思います。これはあくまでも過去に発表発売された歴代の iPhone の実績に基づいて予測していきます。ここであらかじめお伝えしておきたいことは、例年通りの発表発売の流れという予定で考えてみました。 iPhone 12は例年通りの発表時期の予定でいきますと、歴代のモデルの発表が9月の第2週の火曜日もしくは水曜日であることから、9月8日火曜日もしくは9月9日水曜日に iPhone 12は発表されると予測できます。そして例年通りの発売時期の予定でいきますと、歴代のモデルの発売時期が9月の第3金曜日であることから、9月18日金曜日に iPhone 12は発売されると予測することができます。もちろん過去には iPhone X は11月に発売、 iPhone XR が10月に発売など発表は9月であったものの発売が遅れたモデルもありましたので、9月に発表されて発売日が iPhone 12のモデルごとに別々の発売日となる可能性もあります。とはいえ先ほどご紹介した9月に発表、10月の上旬に発売という情報もありますので、これはあくまでも予測として把握しておいていただければ幸いです。ただ例年通りの発表発売日を算出するとそのような予測になりますので、じわりじわりと iPhone 12の発表発売まで近づいていることは言うまでもありません。今7月中旬ですので、あと1ヶ月2ヶ月弱ぐらいでもう iPhone 12が発表されるということになりますので、チャンネルのコメントでも iPhone 12を買うための資金が貯まりましたとか、 iPhone 12買いますとかね、いろいろこんな風にね、iPhone 12買います宣言のコメントが多数寄せられていますので、僕も皆さんと一緒にこの iPhone 12の発表発売を楽しみにして買って、また皆さんとですね、どんな使い方だとかね、何色を買ったとか、どのモデルを買ったとかの情報を共有できれば楽しみも増えるかなと思っております。はい、そして今回ご紹介した内容を含めて iPhone 12の最新情報を僕が運営するガジェットブログでも文章で詳しく解説していますので、概要欄よりぜひチェックしてみてください。はい、ということで今後も最新の iPhone 12の情報や Apple に関してのリーク情報、そしてガジェットレビューやおすすめのサービスなんかもご紹介していきますので、ぜひチェックしてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。